まあゴリラの話はいいんですわ。残り12分です、皆さん。これがどういうことか分かりますか？残り12分です。残り12分。どういうことが分かりますか？どういうことが分かりますか？分かりますか？分かりますか？お白メガネのリッスン。おい、磯野野球しようぜ。おい、磯野野球しようぜ。高見さん、ごめんなさい。ありがとう。これがどういうことか分かりますか？はい。分かんない人が多い。まあ、なんもないんですけどね。なんか自分のね、声の聞こえがね、悪い。え、声ちっちゃい？普通？どっち？大きい？ちっちゃい？普通？大きい？ちっちゃい？普通？大きい？ちっちゃい？普通？いつもと普通。あ、そう。あ、普通。僕には普通じゃないんだよね。でかい。あ、そう。でかい？ねえ、でかい？聞こえる？普通？でかい？ちっちゃい？普通？ねえねえねえ、どっち？聞こえます？ゲシシシシシゲシシシシゲシシシシ、いや面白すぎてゲシシシシって笑い方になっちゃう。あ、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 これだ。これで、自分の聞こえを調節できるのかな？え、これ普通だよね、聞こえ方。聞こえ方普通？あ、普通？あ、じゃあこれが俺の、あれか、やっと使い方分かったわ。でかい？どっち？さっきと一緒？え、うるさい？どっち？新しい機材じゃないんだけど、あ、大きくなっちゃった。これやっぱそっちにも反映されちゃうんだね。接続かな？なんかずっと使ってないと、やっぱ調子良くなる、調子悪くなるね。確かにここで音量調節してほしい。はい、というわけで、あと9分ですけれども、どうする？何する？まあ、今日はそんなに長くやるつもりないので、短い時間でささっとバーンって盛り上げて、終わろうかなって感じなので、皆さんコメント一生懸命やってくださいね。こちらはあれだから、もう9割8分9割9分くらいコメントで出来上がるからね。そうなんですよ。あれ一つま、あ、かっこ一つま出た。髪切ってさらにイケメンになったりょうくん見ててみる。あ、みずきさんもうありがとう。延長する、延長しようかな、延長しないかな、どっちがいいかな。もうみんな次第、延長するもしないもみんな次第です。はっきり言って、もうはっきり言ってみんな次第です。別に俺があと30分なんかするっていうのは全然いいんですけど、ただそのコメントにあるリスナーのみんながどう出るかって話やな。もう全てはそこにかかってんな。もう全てはそこにかかってますね。もうこの世の全てはそこに置いてきてるね。探せ、この世の全てはそこに置いてきてるから、探せ。りょうくんの体調大丈夫？全然大丈夫。明日部活頑張って、ワンピース延長しよう。ゴリラ明日だから寝たい、明日だから寝たい、明日だから寝たい、どういうこと？延長しても寝なきゃ、もう寝たらいいよ。寝よるよ。じゃあ寝よ。じゃあ寝よ。
ことならねよ。そういうことならねよ。いや、体調は全然大丈夫だけどって言ってるですし、明日も学校、明日も海行く、明日も海行く。何やって何やと。始まりました。本日の星野は怖い話の時間でございます。今日もですね、僕の私亮の、怖い話体験をしたいと思います。はい、私亮、朝起きました。朝起きて、あれ、まあ朝起きて普通に、いやでもこれやめとこう。うん、やめよう。みんなに何かあったらもう僕責任取れない。もう何かあったら責任取れないからやめよう。ゲのゲ、朝起きたらケツがない、どうしようどうしよう、おっかさんに聞いてみよう、おっかさんの顔がケツ、ゲのゲ、朝起きたらケツがない、どうしようどうしよう、おっかさんに聞いてみよう、おっかさんの顔がケツ。みんなも一緒に、せーの、ゲゲゲゲのゲ。ケツないんですけど、お母さん、ケツないんですけど、うん、怖かった、すっごく怖かった。どうしようかな、延長しよう。はい、あれ、予期しないエラーが発生しました。あ、そういうことか。あ、チケットもらえた、あ、チケットもらえたん、やば、ありがとう、広告のおかげやんな。じゃあ延長しよう。寝たい人は寝てください。明日仕事ある人も寝てください。明日学校ある人も寝てください。その代わりに絶対もう本当に面白いことされるからな。そのもうなんかもうなんか抜けた人がもうめっちゃ嫉妬するような、めちゃくちゃ面白い、腹ねじ切れるんじゃないかぐらい面白いこと、楽しいことするもんね。とりあえず BGM 流します。はい、というわけでですね、ですね、何しましょう。ヨーグルト花火大会行きたい。ヨーグルト聞いてくれました。8月7日、こちら重大なお知らせでございます。なんと来たる8月7日、
なんと私、りょうと、一緒に、花火大会に、行っちゃおうのコーナーなんてありません。ね。怖いね。怖い話ですね。そもそもね、花火大会なんてね、僕だってね、行ける予定なんてないんですよ。いつあるかもわかんないし、そもそも会っても仕事行けないし、なんなんですか。そもそもにして、そもそもにして、8月7日、北海道ではたらごとですよ。あ、そうなの。7日バーベキューだから行けなーい。なんかうざ。はぁ、バーベキューいいな。羨ましいな。8月2日、石川。9日行ってきます。あ、そうなの。花火大会人多くてダメ。おうちでスプラトゥーンする。意識高っ。七夕ライブで花火したからいいじゃん。いや、どうするの。まあ、するのと見るのとって話やな。通信制限のせいでみんなより抜か喜んだけど。あ、止まっちゃって的な。止まっちゃった的なあれのやつ。9日学校じゃん。あ、そうなんだ。花火大会行きたいなぁ。りょうくん、スプラトゥーンの武器何好き？拳銃。7日は何もないからいけない。あ、そうなんだ。花火したいしね。花火見に行きたいしね。大変だね。何しようかな。花火大会を、あ、線香花火鉛筆持ちしましょう。それ師匠やな。それ七夕ライブの時にあのステージ上がってやってくれた師匠の持ち方ね。びっくりしたね。うん、多分こうやってんのが怖かったんだろうね。上バチ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 ってこう上に上がってくる感じが。多分こうやって持つっていう、鉛筆持ちするっていう、横に持っちゃう、線香花火横に持っちゃうっていう、もう師匠と言わざるを得ないよね、やっぱ。ジェグン、カラコン何使ってますか？カラコン、なんだっけ、ビーナスアイズってとこ。あの持ち方結構科学的に長持ちするらしいよ。そうなの。やば。あ、そうなんだ。師匠って呼ばないでって言ってたよ。いや、師匠だね。夏に花火するのは日本だけ。あ、そうなんだ。今目何色に見えます？ドブ色とかに見えません？まあ、それは僕の心が濁ってるからでしょうね。師匠、まあ、マジね、ほんとびっくりした。おお、マジかって思った。グレーより結構茶っぽいんだけどね。茶っていうか、なんかゴールドっぽいやつ。ヘーゼルっていうのわかんない。師匠、合図でりょうくん教えてた。おー、ナイス。合図でりょうくん教えて。合図にも何々推しとか言えるようにな、なんか、なるようになったんだね。なるようにな、なるようにな、なるようになるか。ね。ギルハの時はさ、結構何々推しとか誰々推しとかさ、まあ、その感覚わかるんだけど、合図ってそういうの起こんのかなって思ってたんだけど、もともとそれぞれがさ、出てるわけじゃないから。でもなんかそういう風になってたらいいですよね。合図を押します。
アイズのおすすめは箱押しかな。ギガハム箱押し、あ、嬉しい。みんな押せる。まあそうね、アイズもアイズで、なんつうんだろう、まあ、いろいろ揃ってるからね。結構、好き嫌いも出てくるだろうし。まあそれは全然いいんですけどね。全然いいんですけど、友達がりょうくん見て可愛いって言ってて、あ、そうなんだ。猿ちゃうねんぞって言っといて。動物の猿見て、あ、可愛いっていうノリと同じノリでしょ、どうせ。猿ちゃうねんぞって言っといて。最近やってたカードゲームはなんて名前ですか？あ、それもね、多分今後ね、あの、なんか生放送とかしようかなって思ってるから、お楽しみに。その時教えるね。でも、ほんと面白いよ。カードゲームって。部活の先輩と僕の話で盛り上がって、やばいね。部活の先輩と話する時代になった。ゆるはみたいに全国ツアーとかしちゃうですか？全国ツアーしたいね。全国ツアーしたいっていうか、なんか、全国、なんかネットっていうか、ニコニコ動画っていうか、ネットがそうなんだけどさ、結構まあ全国誰でも、見れるじゃない、ネットって。っていうことは、直接行って、見てくれてありがとう、みたいな、のをすることができるってことなんですよ。まあ、こっちが行けばね。俺らが行こうって思えば。ただ、俺らが行こうって思う、その理由って、ライブに来てくれる人がいる、とか、来てほしいっていう人がいっぱいいるから、じゃあ、俺らも頑張っていこう、ってことになるじゃん。ただそこがいっぱいいなければ、いっぱいいなければっていうか、いなければ、別にそういう行動にはならないわけですよ。だからそうなるように、俺らは頑張るっていうこと、したいからね。ね、とってもわかりやすい話だよね。47しよう。さすがに無理だな。47はしんどいな。もうなんか東京だったら東京来てって感じで東京だったら新宿とかでやるから来てって感じ。そっちの方が疲れない。イベントいっぱい出て、そうだね。だからアイズネットワークを広げてくれたら、まあ、そうだな、まあ30年後くらいには全国ツアーできるんちゃうかな。31年、まあ29年後か30年後くらいには全国ツアーできるようになるかもね。広めてくれる人はすごくありがたいよね、そういう意味では。だって俺らは俺らでやってるけど、それ以外のところでも合図が好きっていう人が合図いいよって広めるってことは、俺らができないところで広めてくれるってことでしょ。でそれってすごいありがたいし強いよね。それって強い力になるよね。それで強い力になるんですよ。ゴリラジジイ誰がやねん。ゴリラに必要やろ。ゴリラとジジイに必要やろ。何言うとんねん。よくでも還暦近くなるんで、まあまあそうなるよね。髪をいじるのは癖だね、完全に。学生によく呼ぶことって可能。わからん。全国一、認知、合図の認知とか高い学校にしますね。それすごいね。まだリツイートとかも、まあそういうことよね。ネットの、てかツイッターとか SNS の中での広めてくれてるっていうことになるよね、リツイートは。だからありがたいからリツイートしてね。ギルハー高校作ってくださいよ、絶対入りますから。厳しいで、高速。高速厳しいで。ギルハーティーはどうなってるの？え、それぞれ頑張ってますよ。それぞれがちゃんと頑張ってますよ。
なんかギロハンも超パ出るまで出ますしね。楽しみにしていてくれてれば、楽しみにしておいてくれ、楽しみにしておいて、しててください。対決しかやらなそうだけど、確かに。ジョー君カツラ。あ、カツラに見える。髪いじりながら話す人ってどうでもいいなぁ思ってる人なのよ、心理的に。あ、そうなんだ。マジさ、俺世界、ほんと、あれなんでね。地球って大事なんでね。地球を大事に思ってるんですよ。ほんと。やっぱ学校とか、大事だし、ほんとに、マジで、やっぱ地球とか、大事だと思うんですよ。ほんとに。やっぱ地球とか、ってありえないっつうか、ええ。どうでもいい。なんか、腹立ってきた。その、各メンバーもそれぞれ動画出したりしてるんで、皆さん見てください。見てあげて。富山のチケット、あとギロアル富山行くしね。どうしよう。まあ確かにね。モグラ叩きのような人。ごめん。夏希のモグ。夏希の。叩きのような人の動画撮ってる時に近くにいたんですけど、てか目の前にいたんですけど、あれ聞くと、もうずっと残るんですよ、頭に。それが鬱陶しくて鬱陶しくて。鬱陶しくて鬱陶しくて。え？りょうくん髪切ったの歌作ってよ。お、歌ってよ。ピピ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 あ、そう。なるほどね。で、今ね、そうだ。そんなことは、まあいいんですけど、今もね、合図でね、新作動画作ったりしてるんで、楽しみにしてください。どんな感じになるかね。なるかねってか、大体もう、できてる。ですけどね、大体。でもどっか上がる何県の隣大体あれでしょ、あっち近々上がる。まあそうね、セブンバラ、あセブンじゃなかった、セブンだっけ。そっか、新幹線できたから富山行きやすくなる。ああ、そっか、その富山だ、そうだ、あれ？そうだっけ？そうだっけ？まあ、わかんない。まあいいや、そういうことなんだね。最近いろんな言葉が鼻毛に聞こえるの。なんかもうやばいで、それ普通に。やばい、それマジやばいで。本当にやばい。本当にやばいから、マジ本当にやばいって。それマジ本当にやばい。
マジで。彼氏と電話の爆笑、よし来ました。行きましたよ、秀逸なコメント、やっと来たぜ。このコメント待ってたぜ。はい、みんなでパチ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 、みんなパチパチ、みんなパチパチ、みんな早くパチパチ。あ、ひめり、ありがとう。みんなパチパチ、はい、もっとパチパチ、もっとパチパチ、はい、もっとパチパチ、イエイ、パチパチ。待ってました。というわけで、これで、こちらは終わりたいと思います。ありがとうございました。憎いじゃん。リア充が憎い、リア充が憎い、リア充が憎い。何の話でしたっけ？あのね、一つ言っていい？別にいいの。あの、彼氏がいるのもいいですし、別に彼女がいるのもいいんですよ。全然。ごめんね、なんか煽ってるみたいになって、ごめん。全然いいの。本当に全然いいんだけど。ただ、まあ、面白かったからやっただけなんだけど。悪気はないよ。全然悪気はないんだけど。あの、なんかね、私とか合図とかそうなんだけど、ね、やたらにリア充集団で見られるんですよ。身内とか、まあ、踊り手とかね。なんかやたらこうリア充集団に見られて、なんか、いや、どう、なんかもう、なんか絡みに行くの怖いみたいな感じで言われるんです。いや、だから、いや、あのさ、あのさっていうか、まあでもそれはもうしょうがないよ。じゃあもうそういう風に見られちゃうのはもうしょうがない。それはもう完全にこっちのせいだし、別にそこに対してなんかこうっていうわけではないから別にいいんですけど、なんか、なんつうの、なんかこう、どうせリア充でしょみたいな。それでなんかこう、勝手にこうなんか、まあ線を引くというか、それはもう、なんつうの、線引いてるわけじゃないんだろうけど、本当はただの人見知りの、そこなんですよ。本当はただの人見知りの、別になんか、大したアクティブの連中が集まってるわけではなく、割と引きこもるの好きみたいな連中なのに。何をなんかそのなんか、めっちゃ遊んでる人みたいな。めっちゃ遊んでる人。リア充した。あ、そうっす。あ、そうっす。あ、彼女いる人した。みたいな。なんか、そうなんか、やっぱそういう人ちょっとみたいな。あれ、何その感じ。何その感じ。ねえ。何それ。だからもういいよ。だからもう顔がチャラい。顔がチャラいです。じゃあもう顔がチャラいって言われますけど、顔がチャラいんでしょうね。ええ。じゃあもうカツオみたいな髪型にしてもチャラいって言えますか？じゃあ。じゃあカツオみたいな、じゃあ何ですか？五輪にすればいいですか？坊主にすればいいですか？じゃあカツオ君になればいいですかって話ですよね。カツオくんですか？じゃあ、テーマはカツオくんですか？何ですか？カツオくんにすれば許してくれますか？そういうことですか？ってことですよね。はい。ってことになりますよね。うん。
あれを取ってサザエヘア。まあ、そういうことですよね。そういうことになりますよね。波平行ったらもうって感じですよね。野球しようぜってことですよね。そういうことになりますよね。うん。だからもういいんです、いいんです、いいんです、いいんですけど、全然いいんです。もうだからそういうふうに見ている人は、見てる人っていうか別にいいんです。そうやって思われちゃうのはこっちのせいだし、ただこっちは別にだからといって自分たちがしたい格好とか髪型とか変えるつもりはないから別にいいんですけど、いいんですけど、いいんですけど、やっぱなんかこう寂しいよね。いや本当はそんなんじゃないんだけどな、本当は喋ったら別にそんなんじゃないんだけどな、そんなんじゃないんだけどなとかね、波平さんとかね、波平さんってことかなってね、思うわけです。うん。鼻垂らしては開けばいいんじゃない。まあ確かにね。あいつみんな性格でのにじみ出てるの。まあ性格クソクズはいないね。はっきり言って。僕がメンバー集めましたけど、クソ人間は入れてないです。絶対。それはマジで断言できる。クソ人間だったら絶対一緒にやんないから、俺が。あ、ジャイアンにしようよ。まあ、確かにジャイアンもあり。うんうんうん。ハロティッシュもいいかも。うん、確かにね。うん。いっそさ、彼女いるって言われる。あー、それ?発想の転換?発想の転換ってやつ?あ、あいつはね、クソ人間っていうか、まあ、アホばっかです。ただ、言ってしまえば。アホばっかです、本当に。アホです。アホです。マロウくん、あ、丸メガネ?うん。丸メガネね、オッケー。え、星くん、彼女でしょ?そうだよ。星くずのために、僕は、ダメだね。おいゴリラ、誰がゴリラやねん。七夕で織姫見つかった。織姫はいっぱいいたんですけどね。まあ私彦星っていう手でやってたんですけど、それどころじゃなかったです。いっぱいいっぱいで楽しすぎて、うん、織姫と彦星がこうこういうのことじゃなかったです。そういう話じゃなかったです。もう楽しすぎて、うん、また1年後じゃないと会えないね。もうやめよう、そういう話。1年後とかちょっと考えたらちょっと遠いじゃん。ただ別に何も考えてなかったら1年ってあっという間じゃん。そう、学生時代の成績何の魔性の女が、ああ、それな?それな?ってことは、でも、そう、そうなんですよ。魔性の女が、なんだっけ?何だったっけ?あれした。まあ、いいか。やべ、ザイニーくん、あ、ほんと?最近、りょうくんよく沈黙なんと、はぁって言うね。はぁ?お誕生日おめでとう。あ、お誕生日おめでとう。もう5年待ってるよ。嘘、私がいけてないのはダメなんだよね。え、5年長いね。はあ、で、好きな女の子の髪型。好きな女の子の髪型か。なんだろうね。何かな、坊主かな、まあ、坊主もあり。特に好きな髪型ってないかも。なんか別に似合ってればいい。でもね、結構、なんだろう。遊んでる人が好きかな。いやーでもな、なんかこう自然な感じも好きだしな。なんとも言えません。
なんとも言いません。短いの好きって言ってます。いやでも似合ってればって感じよ。まあ、短いの好きなのは本田翼ちゃんに一瞬ハマったからだね。サラサラヘアでしょ。サラサラヘアはどういうあれかよくわかんない。カツオヘア、カツオヘアは別に悪くないね。キューティクルあれば何でもいい。キューティクルある髪がどういう髪かがよくわかってない。パッツン、パッツンも似合ってれば。明日ブーズにするな。ブーズ。なんだブーズって。天使の輪。天使の輪。なんだ天使の輪って。テカテカの、なんだテカテカの髪、なんだそれ。結局見てる、見てない。ルク、みんながお誕生日お会いし、あ、おめでとう。お誕生日の人がいます。今日ラグなくていいね。確かにね、優先だからかな。でもこの前優先やった時止まったんだよな。キューティクルのこと、あ、そうなんだ。髪切ろうか迷ってます。どうしたらいいですか。17歳女性。うん、どちらもいいちゃ。おでこ出してる方が好き。たまにおでこ出したりするのが好きだね。うん。みつなつめちゃんへ、あれでしょ、めっちゃ前髪短い人でしょ。おい、似合ってれば。誕生日の方おめでとうございます。キノコって言われる髪型どうですか。だから似合ってれば。古いのりんちゃんこそ似合いそう。な、似合って、似合わないと思う。似合うかな。似合わない。赤髪だからって話だな。あげてやろう、あげてやるよ。ブリッスルと痛む、痛むよ。うん、夏コミって出るます。え、出る。あと夏コミであのコスプレのやつ出すから、みんなよろしくね。これをこの機会にぜひゲットしてください。僕の初のコスプレ写真出しです。ちなみにリンちゃんよりなぎさに合いそうというか、なぎさくんのコスプレはしました。そして夏コミで出します。夏コミで出すラインナップ発表します。じゃじゃん。まずナルトより渦巻きナルト。そしてそしてアニメフリーより葉月なぎさ。そしてそして、なんだっけ、アニメ、黒子のバスケより、黒子哲也。あとなんだっけ、なんだっけ、あーそう、アニメ、歌のプリンス様より、クルス翔。なんか部活のレギュラー呼ばれみたいなね。そしてそして、アニメ、ディアボリクラバーズ、ディアボリクラバーズより、なんだっけ、坂巻かなと。はい、でございますね。え、本当に初めてのコスプレ写真ということで、僕ね、まあ選ぶの大変だったんですけど、一生懸命選びましたので、皆さんよかったらぜひこの機会にがっつり手に入れてください。ツイッターに全部載ってなかった。ツイッターのやつはあれは自撮りです。ポストカードとして発売するやつとは全く違います。写りも違いますし、写りも違いますし、あんなちゃんとこう、キャラに寄せるというか。でも今回のコスプレは、なんかもうずっとやりたいなと思ってたやつをやった感じ。なんか流行りがどうとか、今、その、これが旬だから、この旬のアニメがどうとかじゃなくて、
ただずっとやりたいなって思ってたやつをやったって感じ。だから次はもっとこう、まあ、結局はやりたいやつをやるんだけどね。うん。今だったら刀剣乱舞とかやる人多いじゃん。刀剣乱舞もしたいよ。したいけど、最初は自分のずっとやりたかったやつをとりあえずやろうと思って、やったの。なので、皆さん、よく、ぜひ、コミケのブースまで遊びに来てください。よろしくお願いします。ただ、詳細に関してはまだわかりません。僕もよくわかりません。グールの鋳造もやりたい。カネキ君もやりたい。クロコ。あ、そうだ、俺、赤瀬の前に。延長しようと思ったのに延長しようと思ったのに1分切っちゃった。今から赤瀬のモノマネして、そっからなんかまた15分くらいやろうかなと思ったのに。あはは、やっちゃった。まあいいか。というわけで、皆さんお疲れ様ね。今日ラグなかったんだけど。もう一曲やろうかな。あとで。とかすぐ。ラグないし。ね。だもし、まあ寝る人は全然寝ていいんで、来れる人だけ、おいで。全然そんな感じでまったりやります。というわけで皆さんありがとうございました。バイバイ。バンワン。バンワンっていうのかな。